はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日の動画はですね、名古屋にございます台湾まぜそば花火さんにお邪魔しております。店名聞いたら分かる方も多いと思うんですけど、こちらの花火さん、台湾まぜそばのね、発祥のお店でして、もう台湾まぜそばといったら、このラーメン界のね、スタミナ系のメニューのもう代名詞の一つだと思うんですよ。そちらの発祥店の、花火さんに本日はお邪魔しておりまして、見えるかな、これ、よいしょ、おー、でっか5キロのね、台湾まぜそばをご用意いただきました。それでは、早速ではございますが、あのね、麺の方伸びちゃうといけないので食べていこうと思います。すいません、いただきます。いただきます。じゃあちょっと、まぜそばなんでね、具材を混ぜたいところなんですけど、まずはね、麺だけでいいよ。そのまんまでもめちゃめちゃうまい。うん、麺はね、かなりもちもちとしてる高水系の、ね、タイプなんだけど、ちょうどね、上のこのひき肉のラー油感っていうのかな、ピリッとした辛みが効いてるんで、このまんまで十分うまい。そろそろ混ぜそばを混ぜていきましょう。これ混ざんのかな、これ。よいしょ。うまそう。これうまそう。これやばい。よいしょ。で、この混ぜそばね、この花火さんのチャンネルとかもあって、そちらの方で調理工程が流れると思うんですけど、普通その返しとかの中にそのままね、茹でた麺入れると思うじゃないですか。これ違くて、一旦ね、まあボウルとか器に移して麺を混ぜるんですよ、一回棒とかで。そうすると麺のね、表面とかがこう傷ついて、小麦特有のね、粘り気が出て、それが旨味らしくて、ぜひあの概要欄の方にね、花火さんのチャンネルの方のストックので、そっちの方も見てください。これがね、すごいのよ、びっくりした。また香りががっつりになってきて、全然変わりますね、やっぱり混ぜると。うまそう。うまいっすね、これ。うまい、これ。ピリッとした辛みがいいですね。うん。ニンニクってうまいっすね。たまんないですね。濃いめの味付けにやっぱりこうニンニクがね、ガツンと効いてるんで、うまみもそうだし、香りもすごいよ。やっぱり普通のこのラーメン系の混ぜそばって、まあ、もちろんね、高水の麺使ってたり、まあ低カツにはね、もっとバツッとしたものを使ったり、お店によってね、様々だとは思うんですけれども、このね、粘り気は新しい感覚の気がする。他のお店じゃ味わえないというか、またね、伸びてるとは違うんですよ。コシもね、しっかりあって麺も生きてるんですけど、その表面だけが溶けてる状態なんで、これがね、旨味とか甘みとか香りになるんで、これはね、食べてほしい。ぜひ。でも結構ね、まあまあすすってるつもりなんですけど、やっぱね、この量あるとね、減らないね。先
ほどね、券売機の方とか見てたら、台湾混ぜそばってね、こう、辛みが効いてるので、辛くない汁なしとか、混ぜそば以外にもね、この汁ありのラーメンとかもあるみたいなんで、いろんなメニューがあって、これ、通いたくなっちゃうね。餃子とかあんのか。水餃子いいな。そしたらもうだんだんね、もう半分以下ぐらいになってきたのかな。折り返し地点をね、突入したということで、まあ、味変にこちらの昆布酢を使っていこうと思います。あ、昆布酢うまっ。基本こう台湾混ぜそばとかに、お酢味変にね、かけるところとかあると思うんですよ。結構苦手なんですよ。というのもやっぱりお酢って尖りがあったりとかするので、ちょっとね、こう気持ち悪くなっちゃうというか、そういう部分があってね、普段は絶対に入れないんですけど、昆布酢な分、その昆布のね、旨味で、とてもお酢の酸味がまろやかになってるんで、これめっちゃ合う。これ試して、これうまい。学生とかだと大盛り無料なんですね。はい、やっぱ学生だとペロッと食っちゃいますよ、大盛りとか。食っちゃいますね。若いパワーってすごいですね、やっぱり。誰が言ってんだって話なんですけど。やっぱり僕でも学生の頃とかそんな大食いじゃなくて、本当に普通の量しか食えなかったんで、当時だったらやっぱ大盛りとかも厳しきつかったかもしれない。追い飯なんか絶対いけなかったんですね。学生の頃なんかはペヤングの2個の2玉あるじゃないですか、あれ食えなかったんですよ。食い切れなかったんですよ。どういうことですか。もしかしたら普通のこう皆さんでもどっかのタイミングで何かあるかもね。学生とか若い頃にね、麺大盛り無料とかお飯がついてくるってサービスやっぱり嬉しいですよね。みんな喜んでますよ。うん、味もこの味なんで、やっぱ若い頃に近所あったら絶対通ってますもんね。もう絶対通うと思いますもん。なんだかんだちゃんとなくなるもんですね。すごい。引き行くわ。あるある。でまた美味しいですけど、なんだかんだちゃっかりお腹いっぱいですね。いいや。はい、ということでこれが最後の一口です。うん、お腹いっぱい。うん、ごちそうさまでした。
あーお腹いっぱい。はい、ということで、まただいまね、この台湾まぜそば完食いたしました。これね、通常はね、追い飯付きではあるんですけど、もうね、お腹いっぱいなんで、今日は追い飯はやめときます。このね、花火さんね、いろんなところにお店もございます。お近くになる方多いと思いますんで、ぜひね、気になる方、この元祖、台湾まぜそば食べてみてはいかがでしょうか。はい、ということで、本日もご視聴ありがとうございました。この動画良かったと思ったら、チャンネル登録、コメント、高評価お願いします。じゃあね。